25年前、阪神・淡路大震災の後に私は、ある病院の副院長の紹介で、病院で心理師やることができました。で、当時25年前ってなかなか心理の仕事がつけないので、やっとつけたんですよ。やっとつけた。もう大学院出ても東大出ようがなんだろうが、職ないです、当時は。やっとつけた。やっとつけたのに、この病院は、心理はほとんどカウントされない。なんか心理室にいて検査だけしてポイントの高いのを取っといたらいいよみたいな感じ でしかも私の年齢よりもはるかに長い間入院されてるんで、何か心理がかかって解決するとは誰も思ってないです。なんなら話しかけようとしたら、看護師さんやドクターかすとなんか邪魔な人が来たぐらいの扱い受けてたんですよね。すごく辛かったです。やっと仕事がついたの。忘れもしない某、なんとか大使っていうちょっとお寺があるところで、本当に毎日憂鬱な気分なんですよ。やっとやりたい仕事ついたのに誰も私の存在だから、もうお昼も誰にも見つからずコソコソと食べてコソコソと帰るんですよ。で、一見するといいのは心理室の部屋がもらえてるから、そこで昼寝してようが本読んでようが、なんならもうなんか外に遊びに行ってても帰り戻ってきてタイムカードだけ切ればいいんですよ。こんな楽な仕事ないでしょ。でも自分は心理の仕事がしたくて来たのに、心理の仕事は誰も期待してない。本当に憂鬱でした。毎日その神社通るたびにお年寄りが鳩に餌やってるんですよ。真っ青な空で雲が流れてて晴れ渡って、お年寄りが鳩に餌あげてるの見て虚しい気持ちになるんですね。セルフカウンセリングしました。もうここはちょっと持たない。1ヶ月ぐらいしかまだいなかったんでね。だったら半年ぐらいいてキャリアをつけて転職するか、少なくとも他を見つけて転職するか、絶対人をした方がいいんですよ、絶対。でも次の週来るのももうしんどいですね。気がめいて、理屈で言えば好きなことやってればいい、勉強してればいい、理屈で言えば遊びに行けばいい、理屈で言えばタイムカードだから分かってるんだけど、想像した時もうしんどかった。で決めました、辞める。しかも明日辞める。急ですね。ちょっと労働基準法的にちょっとどうなんですね。で院長副院長に辞めるっつったら、もう給料いらない、1ヶ月何もできてないのでいらないから辞めますって。どういうことって、もうちょっと本当無理なんで、いやとりあえず1ヶ月、いやもう無理です、給料いらないんで辞めます、もう意を決して、もう抑えつけられても辞めるっていう覚悟で。で8時半に来て9時ぐらいにはもうないんですよ、次の仕事もないから。やることないから、そのなんとか大社のベンチに座ってぼーっとしてたんですよ。そしたらそこに真っ青な空に白い雲が流れながら、お年寄りが鳩に餌をやってるのが幸せそうに見えるんですよ。何かわかります？同じ風景が心の状態で180度違って見えるんですよ。一方でね、私某国立大学、皆さん知って某国立大学の大学にいてて、そこでは、カウンセリングとはクライアントと共に悩み、クライアントと共に苦しむことだ、解決なんかするもんじゃない、そんな1年や3年5年で解決なんかできないっていう流派だったんですね。もしくは流派なんかクソくらいみたいな。だからみんな入学した当初は、外部から来た人はねみんな爽やかで元気なんだけど、1年ぐらいするとみんなうつ病っぽくなるんですね。これも問題かなと私ちょっと思ったんですね。寄り添うのは大事です。でも切り替えて抜ける、つまり自分の人生まで犠牲にして寄り添う必要はないです。この両方大事なんですよね。相手のモードに立って、この真っ青で晴れ渡って桜が綺麗な中がどんな風に辛く見えるんだろうって相手の立場に立ちつつ、その人のカウンセリング終わったら気持ち切り替えて、イエーイ桜だーみたいに、この切り替えができるように。私が平本式カウンセリングって何かって言ったら、アドラーに基づいてますけど、なんか平本さんが、作り上げたカウンセリングというよりは心理療法120年の大編纂事業です。1900年にフロイトが夢分析から始まって、近現代の、心理療法が始まりました。本人が気づいてない無意識があるんじゃないか。今でこそね、無意識って皆さん当たり前ですけど、当時は言葉で言ったら全部そのまんまだと思いました。だから裁判とかね、裁判所で紙に誓いますとか言ったら嘘つかない前提なんですよ。みんな嘘ついてるでしょ、裁判所でね、紙に誓って嘘つきませんっつってね、ほぼみんな嘘じゃみたいな。でも、ね、当時は紙に誓って言ったんだから本当なんだっていうぐらい無意識があるのを知らなかった。それがフロイトから始まり、フロイト、ユング、アドラー、そして無意識的なものばっかり扱ってると結局
なんだかわからないブラックボックスがあるとして X が入って Y が出る、まあ刺激と反応で見た方がいいんじゃないか、行動療法みたいなの出てきて、認知行動療法が出てきて、認知行動療法だけでもおかしいんじゃないか、もっと人間にしかないものがあるんじゃないか、マズローだったりロジャースだったり、まあ世の中にいろんな心理療法があります。どれがいいでしょう。全部いいんです。その全部いいのをできるだけ私が全部使いこなせるわけではないけど、できる限りいろんなケースで違うバリをしてるんで、この120年の心理療法の歴史の中の技法がちょっとずつでもお伝えできれば、そしてその中にはもう皆さんがすでに学んだ あの療法とこれ近いっていうのもあれば、おこういう療法もあるんだ、もしくはそれだったら自分の方がもっとこんな風にうまくできるようになっていうのもあるかもしれません。ひょっとしたら私はそれを知ってて違うのを見せたいからやってるかもしれない。まあ全部ねお伝えしようとそう4日間かかっちゃうんで、ぜひねがっつり興味ある方は4日間来ていただきたいとして、今日は少しでもそのいろんな心理療法の全体像を見ていただければと思います。人がよりよく生きるためにどうしたらいいかっていう手法を16歳から41年研究してきて分かってきたことは、まあ大きくは3つの領域があると、つまりそれぞれ関わるアプローチが違います。まずはコーチング領域ですね。発見、自分の価値観やビジョン、何が大事でどうなりたい発見して、じゃあ何ができる実現するための行動、まあどんなチームになりたい、どんな組織にしたい、会社どうしたい、転職どうしたい、企業どうしたい、どんなとこ住んでどんな人と結婚してどういう生活したい、どうなったらいい学校、その時大事なのは自分の軸、ところがそこに行く前に分かっちゃいるんだけどできないんです、いや自分自身が受け入れられないんです、自己需要ができてない、自己肯定感、ここカウンセリングで、何かここだと下なイメージがあるんですけど、オリンピック金メダリスト石井聡コーチングさせていただいた時も、私はこの両方行ったり来たり、なんなら 7,8 割はカウンセリング領域です。彼自身うつ病とパニック障害になるぐらい自分を追い込んで練習をしてきました。だから本当はパッゆっくり分かれず、やっぱり一気通貫でできるようになりたいです。で、22年もコーチングしてると、自分軸が大事って言っておきながら、いやもう自分軸手放して瞬間瞬間やりたいことやってみたらどうですかって言って、とか言って、衝動的に生きれば生きるほど正しい答えがあるっていう、ちょっと神がかった無双状態の人がいて、この人には今までの自分軸が目標を手放してたりします。今日はこっちの領域ということで了承ください。1日研修したらこの講座分元が取れます。